ちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですがね、ちょっとね、ついにね、金運がすごくね、上がるね、歌にね、出会ってしまったっていう、そんなね、感じがしまして、ちょっとね、それを紹介しようかななんて思います。まあ自分はね、結構、まあ、金運のね、話とか、そんなことをね、して、まあ、以前ね歌で言いますと、まあ、森のくまさんをねこう、まあ、鼻歌とかでね歌いながらスキップしたりするとね、まあ、すごくねこう運気とかそんなのが上がるっていうそんなね話をして、まあ、歌で言うとその、ね、森のくまさんとかあと金運だと、まあ、自分はねよくね浜翔さん浜田翔吾さんのねマネーって歌をねよくね口ずさんで、まあ、それを歌うとねなんか金運がね上がるんじゃないかなってそんな風にね思ってたんですけどねすごいねこう金運が上がりそうな歌をねちょっとね YouTube で見つけてしまいましてそれでねまあそれ一度聞いたらね多分ねみんな忘れられなくてそれでね2回目からはね多分ね一緒にね口ずさむんじゃないかななんてそんな風にね思う歌なんですけどそれでねなんかねそれをねこう1回聞いてまあ何回かねもう聞いたんですけどもう頭の中でずっとリピートしてそれでねそれをねこう仕事中なんですけどこう頭でねリピートするとなんかね森のくまさんじゃないですけどスキップなっちゃうんですよねそれで金運もねなんかすごい上がったようななんかね波動が金運波動がねガーってね入ってきたようなそんなね気持ちになりましてまあそれをね聞くだけで本当にね聞くだけ口ずさむだけで、まあ、金運が上がる、まあ、歌っていうことでねまあタイトルちょっとね見たんですけど こんな感じでね聞くだけ口ずさむだけで金運アップする引き寄せの歌っていうことでねまあそれをねまあ、作詞作曲したのがちょっとねスマホ光っちゃうかなちょっとね後でねここに出しますけどミスターコンサルさんちょっとね後が分かんないんですけどっていうねまあチャンネルなんですけどまあそれでね自分すぐにねこの歌自分の動画で紹介していいですかって言ったらねぜひみたいなそんな感じでね言ってくださったんでちょっとね紹介するんですけど本当にね一回聞いたらね多分忘れないんですけどちょっとねその歌光っちゃって見えないかな光っちゃってますねこれちょっとね今かけますんで動画流すんでちょっとね聞いててもらっていいですかねでしょうかね。なんかね一回聞くとねもう忘れられないですよね。これねシリーズ化しててなんかね第3弾とかねそんなのもあって本当にねまあもう一つこれ1分バージョンもあるんですけどこれもちょっと聞いてみますか。あこれゆっくりですね結構。
まあ、後半のね、メロディーの部分はね、もう完全にね、一緒に歌っちゃってるっていう、そんなね、感じなんですけど、まあ今ね、歌ってはいなかったんですけど、もう脳内でね、歌っちゃってる。お金が入ってくる、じゃんじゃん入ってくる、なんてね、歌っちゃってるっていう、そんなね、歌でして、なんかね、これ、本当にね、すごくね、なんか金運波動っていうかね、まあ、こう、ワクワクした、そんなね、気持ちになれる、まあ、こんなね、歌じゃないかな、なんて思ってね、まあ、皆さんにね、ぜひね、紹介したいな、なんて、そんな風にね、思いました。多分ね、これ、概要欄にね、まあ、その、まあ、ミスターコンサルさんのね、まあ、チャンネル、こう、の URL ね、まあ、リンクをね、貼っとくんで、何度も聞かなくてももう1回か2回聞くだけで本当にね、もう頭にスッて入ってきて、まあそれでね、潜在意識になんかお金が入ってくる、じゃんじゃん入ってくるみたいなね、そんなことがね、こう刻み込まれるんじゃないかな、なんてそんな風にね、思う歌なので、まあぜひね、まあこう脳内でね、こうリピートしたり口ずさんだりね、まあ、一緒にねこの動画を見ながら口ずさんだりすればね、金運ってすごい上がるんじゃないかな、なんてそんな風にね思いました。はい、ではね、今日は本当にね、まあ、このね金運の歌に出会ってしまったっていう、そんなね感じがしましたので、ちょっとね、まあミスターコンサルさん、まあ、これで作詞作曲もミスターコンサルさんのようでして、まあ本当にね、まあ、すごいいい歌っていうか、まあ、金運がね上がりそうな、そんなね、まあ、上がりそうっていうか、もうなんか爆上がったっていうようなね、そんなね歌を紹介しました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。